画面が出てた。よかった。はい、リキや、おかえりなさい。どうしたんですかね、なんかびっくりマークで。びっくり、アテナマークで。今日は、動物の森やっていきたいと思いますよ。はい。お、これは、パソコン椅子、オフィスチェア。まあ、言うて3分、2分、3分、4分ぐらい。まあちょっとなんかあと3分ほど待つのもめんどくせえなと思ったんで、ちょっとね早めに始めましたけども、はい、よいしょ。ちょっとどけてもらっていい？ごめんね。あー、これも買っとくか。あ、これ猫草なんだ。猫草か。いや、観葉植物系かと思ったら。どうも、どうもりやっていこうと思います。ゾウさんのじょうろ。はい、今日の衣装のテーマはカエルです。見ての通りのカエルです。ね、カエルちゃんです。なんかね、この頭に目があるんで、ちょっと目隠ししてますけどね、本物の目は。おいよっ。お。変わった衣装あるかな。コーチジャケット。シンプルなトレーナー。ダウンベスト。ちょっと下にタイツ履いてるのがおかしいな。セニョリータのドレス。いらないかな。これいらないかな。これ持ってるからな。大体持ってるな。大体持ってるからいいや。はい、大丈夫です。今日も寒かった。ね。
まあいいや。はい、じゃあさっきの水やりに行こうかな。回収しとこっかな。これ一緒にしたいからな。まあこれ、一緒にしたいから全部取っとこう。貝殻集めもしなきゃいけないな。いっぱいしなきゃいけないな。邪魔やな。あ、やばい。あ、やばい。これはやばい。これはやばい。あー。はい、ファッションテーマでいいですよ。ステージに立つ時のコーディネート、おっと、塩ビ服、塩ビ服、はあ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 、ステージ用の衣装ね、考えてくるか。今はちょっと化石を探しに回ってます。あ、なんかあの魚でけえな気がするだけかもしれないけど、多分スズキかなとは思うけど、あ、いや、スズキだな普通に。はい、スズキでした。違う。戻すんちゃう。
寒い。ここは以上かな。いやー、もうほんと今日はのんびりとやりすぎてちょっと喋らなくなると思うんだけどもね。あ、どうした？チケラチケラチケラ、あれ？あ、二つ並んでた。じゃあもう少しで雪だるまが作れなくなっちゃうんでね、追い込みをやっておこう。こんなもんかな。こんなもんかな。よっ。あれ、結構。そろそろかな。お、あ、ちっちゃいかな。オッケー、よかった。よし、これであと何個かな。もうレシピはね、たくさんもらったから、あとは、あとはあと何個だろう。確か20回完璧なのを作らないといけないんだよね。完璧。あ、これだ。あと何個？あと4つ。あと4日分か。大変だな。リアルでも岩を叩いたらお金が出てくるようにならないかな。ちょっと水やりしとこうかな。
で、ちょっと揺らします。ちょっと家具をね、家具を一日一個でも落としていかないと。うわ、切った、来た、やばい、あ、やばい、これはちょっとやばい。 OK、 OK、 危ねえ。あ、気持ち悪い。うーわ、また来た。ぶね。もう嫌がらせだよな。本当に。ちょっと後輩を、あ、赤いやつができたな。お、本もさ、雪だるまたくさんあるとさ、なんか住人が雪だるまに変えられたみたいな、ちょっとホラーチックな設定みたいに見えるよな。そうね、息寒いよね。今日はくっそ寒かったよね。リアルだと逆にこう、雪が溶けないような季節という、季節というか気温だよな、今日は特に。疲れた。いや、みんなもね、お疲れ様ですよ、ほんとね。あと一日、土曜土日休みの方はね、あと一日でしょうけどね。どうしようかな、まだ着替えなくていいか。あれ、あと何個、あと一個どっかあるはずなんだけどな。いいよね。逆にもうお布団の中で過ごしたい。ねえ、あと2日頑張らないといけな。やだね。これで。これもあるか。家具落ちてこねえな。
れ家具が落ちてこねえぞ。あ、どっか風船飛んでる。どこや。あった。あれパチンコ当たってた。もうそっちの方飛んでんの。オッケー。コルクボード、コルクボードか。あれ、あ、なってた。いやーでもね、寒暖差疲労っていうのもあるらしいからね。寒暖差が、8度ぐらいの差があると、あ、なんか結構やっぱ人の体ってその寒さとかに対応するべく体温を上げたりするから、8度ぐらいのなんか日によって差があると疲れやすいんだって。寒暖差疲労っていうのもあるらしいからね。にそう、あ、なんか作ってる。何してるの？あ、アイアンウッド、アイアンウッドか。アイアンが欲しいんだけどな。アイアン。アイアンっていう、それ。堀井美由紀のネタにあったな。すげえ懐かしいな。そっか、こうやって住人の家に行かないとレシピもらえないのか。そうだな、住人ともうちょっと触れ合う時間も必要だよね。触れ合う時間大事だよな。俺さ、いちいちこの家に入るのすっげえめんどくせえんだよ。そう、寒暖差疲労っていうのがあるのよ。みんなも気をつけて。うん、分かった、ありがとう。うん、うん、うん、なんか悩んでる、あそこで。お、ドーナツ食ってる。いいなぁ。で、何を話すの？いいなぁ、ドーナツ。あー、今週末ドーナツ食いたいなぁ。あー、気管支炎喘息ねー。ねー、あるよねー。俺もどっちかというと喉弱い方だからさ、気管が弱いから結構な。あれ、なんか今悩んでなかった？あれ、今悩んでなかった君。あれ、さっき悩んでたと思ったんだけど、なくなっちゃった。あれ、今日家具が全然落ちてこないな。あ、来た。これを待っていたんだ。雑誌。来た。砂時計。雲。あ、来たー。やばい、間に合うか。お、オッケー、危ねー。なかなかプロってるよな。
カエルになりきってます。そう、8通り目入りシーンです。リアルでは触りたくないけどな。一回俺ちっちゃい頃にさ、親指に刺されてるからさ、次刺されたら、まあでもどうなんだろう、もう10年ぐらいは経ってるから、10年以上経ってるからどうなんだろうな。アナフィラキシーショックってやつになりそうで怖いんだよな。あれってさ、どれぐらい間空いとけば大丈夫なんだろうね。あ、また風船が来る。あったー。もういっぱいだ。どうしよう。どうしよっかな。いっぱいだ。いっぱいだ。これ逃がすか。うん。8とにらめっこやだな。アランニットのソックス。アランニットって何、どんなニット？とりあえず、化石を判定してもらいに行こう。間空いてもダメなんで、そうなん？マジ？じゃあ俺もうアウトじゃん。ワンアウトじゃん。ワンアウトダメじゃん。ツーアウト、まあ、スリーアウトまでだけど、ツーアウトでもうバタンキューじゃん。ダメか。なかなか最後の1個手に入らないんだよな。あ、目たくさん。目たくさんって、なんか1個のやつが、1個の目にいろんな、ブワーってなんか、あれでしょ？こう、ブワーってなんか、あれ、分かれてんでしょ？気持ち悪いよね。想像しただけでも気持ち悪い。配信中あくびは良くないんだけどね。ちょっと出ちゃうもんは出ちゃうからね。リノス6かな。砂時計、影、壁掛けスポット。これは売る。これは売る。さあ、じゃあ、ステージショー、ファッションのお題いただきましたんで着替えてこようかな。ファッション、これ渡すの忘れてた。壁掛けってどんな感じになる？まあ、いっか、ここは、ここダメだ。あとは、これか。これは納品するやつ。さあ、変身だ。ステージに上がるよ。ステージは、ある意味これもステージ用じゃないのかな。と思うんだけどな。なんかね、そんな感じだよね。ズボンが、黒、ちょっとこの見た目じゃねえな。俺じゃねえな。こんな感じか？そうだな。こう、あ、これだ！いいの持ってた。あ、もしくはこれ？いや、これ違うな。
俺の、メガネはいいかな。メガネいっか。うん、ヒゲ。いや、このヒゲじゃなくてさ、この下のヒゲ、あ、これでもいいのかな？これでもいいんじゃない？で、ウィングチップのシューズ。こんなんじゃない、それしかないか。編み上げブーツ。ブーツじゃないな、これか。で、靴下が、これかな。こんな感じでどうよ。これでいいくない？これ。これよくない？これいいな。OK。で、強いて言えば、強いて言うなれば、あ、こっちがいいかな。よし。OK。完全にヒゲ男子じゃん。乾杯。ヒゲ、完全にヒゲ男子じゃん、これ。あ、な、ヒゲが違うけど。これ、ちょっとこれ写真撮っとこうかな。どこをバックにしようか。あ、豪華な場所がいいから、うん。どうしようかな。豪華な場所。ここかな。ここで、デッカメラ。うん。で、ちょっと待って、このタイミングが難しいな。OK。OK。ね。口がいいかな？ OK。これで OK。これちょっと、あとツイッターあげとこう。これでいいでしょ？これ完璧でしょ？これ文句ないでしょ？これ完璧でしょ？おー。あざます。やったキャップ。オッケー、乾杯。いいね。なんか村長って感じだね。ちょっと西部の時代のね、こんな感じの。ちょっと適当に言ったけど、ん、何時？ 9 時か。うん。いろいろもらって帰るか。持ってたっけな、これ。もう持ってんのか分かんなくなってきた。で、DM。 あ、そうだ、俺住人にしたい猫をちょっと呼ばなきゃ、忘れてた。じゃあ歌舞伎町呼びます。歌舞伎町後で呼ぼう。
預け入れ。10万ぐらい入れとくか。OK、預金がだいぶ溜まってきた。で、お客さん呼びます。うん。カプキチさん、アビーを読み込みました。やったー今日お疲れマックスかもしんない。来た。お、渋い声。おめえの島やるキャブサイト遊び来いでくっか。いいぜ、面白そうじゃねえか。おー、ブラザー、こっちを打たれてるじゃないか、完全に。ジブラルタルじゃん。ジブラルタルじゃん、完全にこれ。ねえ。おー、ブラザー、こっちを打たれてる。もうできないのかな。もう来たかな。うん。もう来た。よー、遊びに来てやったぞ。誘ってもらえて嬉しかったぜ。ありがとうな、いいよー。おめえ、DIY はよくやる方なのか、いいよー。皆さん、配信終わったらゆっくり休みください。読みに言っとって、ありがとうございます。物干しロープを手土産に持って帰りてえなと思ってよ。作ってあげようか。作ってくるのか。そいつは嬉しいで、ブラザー。それなら、この物干しロープのレシピを目にあげてるから使ってくれ、いいよー。忙しい、せがすようで悪いんだが、俺は教室にも帰るから、教授によろしく頼むぜ、いいよ。いいよがちょっと、このなんか、あんま可愛くないな。あんま可愛くないけど、猫だからな。じゃあない、作るか。そっか、こうやってさ、いろいろ作ってくれって頼まれるからレシピがもらえるんだよな。やっぱいろいろ読んだ方がいいのかな。よーブラザー、こっちを取れてる。いやー、エペのさ、キャラクターの声真似したいんだよな。誰ができそうかな。頑張ってみたいんだけどな。違う。うん。今回出た子、片っ端からやりますか。今回出た子？うん。あー、あのカードのやつ？いや、さすがにあのマイス。きついな。あの枚数はちょっと全員きついかな。ジブラルタルできてんのかこれ。でき、似てはないと思うんだけどね。これどんなスカート？なんだろうこれ。どんなスカートだろう、わかんねえな。ヨレヨレなシャツ。ヨレヨレ。キュロット。オアフリース。あったかそう。これはどんな感じなんだろう。ビオトープってなんだ。ああ、はいはいはい、こんな感じね。
ダンボール。声の草。低さだなそんな低いかな、低いのかな、自分の声がどんだけ低いのかとかよくわからないんだよね。ミキサーし、で、ビオトープも入れといて、面白メガは入れといて、こっちに、これ、なんとないか、いらないけど、入れとくか。これ何使うんだろうな、錆びたパーツって。球根、アネモネ、売ろっか。せいどうしましょう。今日も島行ってみようかな。なんかマイデザインをちょっと作りたいなっていうのもあんだよな。違う、どうだった。さあ本物かどうか。お、え、嘘。これも偽物？嘘やん。だって俺昨日見た時全部他の、嘘？全部偽物っていう時あんの？マジ？やられたー。騙されたー。クソ。ね。騙されたー。騙されたそうだ、貝と潮干狩りしなきゃ。アサリをゲットしなくては。干狩り、いた。このね、潮干狩りもアサリをね掘るのもこのマイレージプラスゲットするためにね。次何回、あと29回。あっさり系の浜っ子、あっさり飲もってたら絶対このやつつけてほしいな。あとは、あ、そうだ、作って、そうだ、作ってあげないと。忘れてた。物干しロープ作ってあげないといけないね。忘れてたよ。危ねえ。あ、でもこれいいな。ちょっとこれ俺用にも作ろう。自分用にも。
これちょっと置きたい。あ、足りないって。足りないって。よし、これで。で、ここに、この辺に置いとこうかな。この辺に置いとくかな。意外とちっちゃ。意外とちっちゃいな。ああ、キラおかえりー。とかちょっと待ってよ。あれちょっと待って。事務金するか。よっ。OK。で、どっかにプレゼントが飛んでる。飛んでた。お、あ。人形、あ、いらない、この人形いらない、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 絶対いらない、売る。あー、できるね、できるけど、とりあえずいいや。あー眠い、眠い、眠いです。今日は眠いです。すごい。どうしたんでぃ？もしかして俺が頼んでた例のやつついに完成したのかい？よー。はいよ。うん。サイバーサングラス。あー、あの長いやつか。お、やったー。さあ、また明日呼びたいと思います。忘れないようにちょっと置いとこう、ここにテレビの前に置いときます。よいしょ、アミーボカードいいな。早く来月また買いたいな。みんなもね、ぜひね、アミーボカードを買ってみてね、楽しんでね。えガチャ楽しい。ガチャお金使ってしまうからな。ねえ、怖い怖い。うん。買ったらいいじゃない、アミゴカード。330円で売ってるよ、任天堂さんで。あ、そうだ、潮干狩りもしなきゃ。そんな時の任天堂ストアだよ。うん、任天堂ストアで売ってるよ。あれ、送料いらんくなかった？まあ多分俺が6000円以上買ったから多分送料がかかってないんだと思うけど、まあそれは仕方ないかな思うんだ。送料ってさ、まああって当たり前のものだし、要は自分が買いに行く代わりに買いに来てくれるからね、まあ、それぐらいのものはいいかなと思ってる。
すやすや寝てる寝てます。夜日がり。そうね、僧侶ね、なんだかんだでね、大和さんとかね、田川さんとかいろいろ大変みたいですからね、今ね、巣ごもり需要でね、結構お忙しいみたいですけど、これなんだろう2月になってからあんまり釣りしてないな俺。ほら、ふぐ、てっちりてっちり、ふぐ刺しな、ふぐ刺し食ったことないな。でもあれだよね、 Uber Eats は送料プラスチップをあげるっていうのもあるから、あれ楽しいんだよな。これはスズキかな。あ、違った、タイヤタイタイヤって、お、なんかひらめいた。え、何ひらめいた。え、お、え、ゴミ袋、すげえ。うわうわ、これやだな、お部屋の床だね。めっちゃゴミ屋敷じゃんこれ。うわー、でも楽しそうこれ。へえ。うん。いや、ウーバーイーツうちも家には来ないよ。し、それ言っちゃダメ。それ言っちゃダメ。俺も実家ではね。実家っていうか今の家ではしたことないけど、大阪に行った時にはしたな。結構ね楽しかった。そこら中にウーバーイーツのチャリンコ乗った人おるからね、バッグ持って。どんだけこんな狭い中でそんなに、まあその分人が多いけどな。で以上かな。面白い名が売れねえもんな。サイバーサングラス、これか。OK。やめろ。ふぅ。あ、なんだかんだでもう1時間経つな。1回だけ島行ってみようかな。これ売れないんだよな、偽物だから。貝の買い取り。あー、離島に置いてくるか。じゃあそれ置いてこよう。ゴミ箱もあるんだけどね。あ、お人形さん忘れてた。やべ、呪われてる。お人形さんが見えなくて呪いにかかってしまった。やべやべ。やべえ。売らせないって呪われたわ。やべえ。
メール交換で冒険1回分、うん、行ってこようかな。あ、でも荷物ちゃんと置いてこ、お人形さんも置いてこようか。たら帰ってくる。やめて、それめっちゃ怖い。それ怖い。怖い怖い怖い。それ怖い。ほんまにそんなになりそうで怖いわ。呪われた人形っていうのがあったら。私を捨てないで。怖い怖い怖い。怖い。ちょっとこの辺に荷物置いといて。これは飾るしたタイヤも置いとくかいただきます。うん、あれ、なんか悩んでる？寒いて悩んでないか。できまーす。塩をお払いしとかないといけないね。あ、これはなんか滝のあるど、なんだっけこれ。これなんだ、これ何の島だこの島なんだ、ん、この島なんだ、ここは何の島ぞこれは何の島だ、なんか滝があるな。釣り系かな、釣り竿作るか、買うか、はい、ポポちゃん人形ってあれだよね、ポポちゃんってなんだっけ、腕に抱っこするやつだっけなんだっけポポちゃんって、だったら怒るよ。お、すげえ。ちょうちんあんこ。わあ、初めて見た。イエーイ。あ、じゃあここやっぱ釣りのとこだ。イエーイ。イエーイ。でかいでかい。
持ってるっていうか捕まえたな。これは上に上がった方がいいのかな。お、これなんだ。愛の帰り。そうです、島に来て、釣り中です。これ何の島かなと思って。お、なんかでけえのが、で、どっち釣ろう、こ、ん、どっち、こっちの方がでかそう。鈴木かい。ここ2匹目、うん、ちょっと上上がろうかな。はい、お風呂とご飯いってらっしゃい。これなんだ。あ、くそ、あーもう50連発俺無理だな。50連発で釣らないといけないからな。川崎、川崎、あ、そうね、忘れてた。あ、置ける場所がないってごめんな、恨まないでくれよ。お、あ、なんだ、ブラックバスか。アサギかな。あ、なんだか。タナゴか。ちっちゃくてキュートー。おたつさー。俺の名前逆にしてたらすごいわ、こいつ。さあ、もう釣りはいいかな。なんか珍しいのいなさそうだし。どうせ鈴木だろうし。でかいね、いなさそうだしね。入りましょう。盗聴とか、盗聴とか入ってる、それリアルであんのかな。俺まあさ、盗聴、まあ多分あるんだろうけどね、そういうのね。でもさ、まあまず俺ないと思うんだよな。俺の盗聴したところで何が楽しいんって感じだし。ああ、俺のプライベートなんて逆に知らなきゃよかったって思うようなことばっかだぜ。こたつさんってですかね。聞きたければ聞き聞かせてあげてもいいですけどね。ただ無料で聞かれるのは嫌だけどな。あ、なんかフォローありがとうございます。ゆでたまんさん。ありがとうございます。これあれだね、なんかあっちもこのスイッチの方でもフォロー来たら聞
コーンって出るようにしたいね。よかったらね、コメントなどして、お話でもしましょう。どうもりお好きならどうもりのお話もしたいし、ね、あ、そうだ、株価見ときたいんだ。今週がね、じわじわ言う、ん？なんだっけ、その株価の上がり方で次が何が来るかって大体こうパーセントで書かれてるんで、今回が、あー結構下がってるから、これ何型だろう、何型になるんかな。そう、ちょっとね、バレンタインにチョコではなくどうもりの攻略本をいただきまして、かなり絶賛活用させていただいてもらってますね。なかなかないですよね、チョコじゃなくてこうどうもりの攻略っていうのもちょっとありがたいですけど、びっくりした。どこだっけ、株価のあれが書いてあるの、株価、なんだっけ、ね、ページ数が多くてね、ほんとこれ狂気になりかねんよね。狂気だよマジこれ。うん、株価どこだっけ株価の場所を探すのが大変。株価のやつどこだっけな、株価って何になるんだっけ、島生活のこれだから変化。うん、これ。こっちは、こっちか。株価。まあ、その上がり方によって、今週がこの上がり方なら来週がこの上がり方だよっていうのもあるんで、それを把握しておけば、株をね、そう、通常型と一気にフィーバー型と自利品型、緩やかフィーバー型っていう、あ、これ今回あれだな、緩やかフィーバー型だな。うん。多分。今日木曜日でしょ？木曜日の午後でガクンと下がってるから、今日がね、確か昨日か一昨日ぐらいが160だったのよ。だから、緩やかフィーバー型だから、今週が緩やかフィーバー型だと、来週が通常型が 45%、一気にフィーバーが 25%、自利品が 15%、で、緩やかフィーバーが 15%。ってことは通常型になるから、まあ、ちょっとだけ儲けられるかなっていう感じ。っていう感じにね、なんかやって、ちょっと株価で。まあ、実際の株価なんてこんな読めないけどね。ね。ほんとにね。まあ、ちょっとね。ゲームの中でもね、金持ちになりたいから。はい。さあ、付箋ね。付箋でもさ、付箋貼ってたらさ、もう、いろんなとこに貼らなきゃいけなくなるからな。頑張って探すようにします。もう覚えられるぐらいに見る。もう愛読にします、愛読します。株価のことは何ページみたいな、ね、これです。語ってもらおうか。おでこに提灯がついている奇妙なグロテスクな姿の深海魚です。発光バクテリアという光物質の力で地中に明かりを灯しているのではないかと言われています。説によると獲物が近づいた時にこの光を吹きつけて目をくらましたりもできるとか。あまりにも深い水に住んでいるため実際のところは謎に包まれているんですけどね。だそうです。
ぜひね、フォロワー数を50人以上にしたいのでね、皆さんよかったらご協力お願いします。なんかね、宣伝してもらったり、スイッチでチャンネルお持ちの方はね、なんか配信後にこの人のところに移動っていうとかできるらしいんで、ぜひともなんか私のところにしていただけたらさ。はい。一時期株価めっちゃ午後と午前に比べて売り、ね、売り時ネットで計算できるのはあるか。ね、まあ、もしくはあれだよね、友達とかいっぱいなんかフレンド申請して、フレンドして、何ねえ、みんなに聞いて、なんか移動する分には全然なんか腐らないそうなんでね。だから株価なんぼなんぼなんぼって聞きまくって、高いとこ、じゃあ君んとこ買いに行くわ。買いに行くじゃん、売りに行くわ。ね、でも買ったことないや。あんね、俺も普段買わないんだけど、どうもりに関しては買うべきと思う。まあ、更新のデータは載ってないけど、例えばこの家具、売ってる家具とかが、ネットだとさ、こうやっぱいちいちページをさ一個一個見に行かないといけないじゃん。画面画像がちっちゃかったりするじゃん。その家具、このなんだろう、本で見てると寝る前にこう家具の一覧バーッと見て、あ、この家具欲しい、この家具欲しいっていう、こうなんていうの、リアルなカタログを見るみたいな、家具のカタログを見るみたいな感じで欲しいものを選ぶ、ピックアップできるっていう使い方ができるんで、俺は動物の森に関しては攻略本をおすすめします。だからもういただいたの本当助かりました。買おうかなと思ってたんですけどね、だって売られてくれる人のところだった。へえ。ああ、そういうのもあるんだね。自衛隊詳細本ある。なかなかのマニアックですな。ちょっとこの物干しだとね、ちょっとリメイク見てみようか。リメイク。リメイク。いいかな。はい。そこのリメイクの、そう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 、ここのリメイクなのよ。するか。これじゃ寄らないのか。これを場所変えようかな。そうで、ちょっと待ってね。住人の家に行ってさ、何か誰か作り物してる人とかいたらレシピをいただきたいんで、誰か作ってないかな。火の根地すっげえあったかそうだよな、いつも来ても。なんか、ロックマンの火のステージを思い出すわ。マグマのステージ。ねえ、難しいな、ロックマン。ロックマン俺クリアした試しがないんだよな。あ、そうそうそう、なんか3月、2月25だったかな、2月の28ぐらいだったと思うんだけど、
なんかまた、道盛のアップデート来るそうなんですよね。今度は、マリオの衣装とか、ステージのブロックとかが手に入るそうなんでね。ぜひぜひ、マリオ好きな方、ニンテンドー作品全部好きな方はね、なんかみんな漫画読むタイプだな。ぜひ。あ、ごめんね。ごめんね、無言で帰ってね。ぜひね、アップデートして。ああ、流星群いいよね。流星群さ、作業はできなくなるからな。困るんだよね。作業できなくなるからすげえ困る。こんばんはじゃない。なんでかな。君の笑顔を見てると、なんだかほっこりするんだ。じゃない？ちょっとナルシー入ってるよね、こいつ。うん、わかったから、落ち着いて話してごらん。じゃない？広場の石畳、質感が素敵だね。石畳の上なら、いいリズムを刻んで、最高のダンスが披露できそうだ。じゃない？僕がプロダンサーとして、デビューする日も近いかも。なんてね、はは。こいつが、なんだろう。なんだろう、ちょっと憎めないキャラだよね。評価。4になったんだよな、評価。評価。評価4。兄の移住がきっかけで遊びに来るようになりましたけど、本当に素敵なところですよね。綺麗な星空と手に入れの行き届いた街並みを共存させるのって本当に大変ですから、これからもこたつアルダ島で天体観測を楽しませていただきます。誰だよ。あ、フーコか。フーコのことか。うん。音で飾っていくことで何より重要かと思います。うん。ああ、それは申し訳ない。それは申し訳ないっす。それは申し訳ないっす。ね、それは申し訳ない。さあ、じゃあ今回はね、この辺で、終わろっかな。いやー、楽しい、のんびりとした時間でしたね。明日は、また、Twitch の方で、Twitch の方で、まあ、Twitch と YouTube 同時配信かな。かのま、わかんないけど、Apex 配信の方ね、やりますんで。明日は、アッサリンと、まだ声かけてないんだけど、この間ね、一緒に遊んだネギリンも、3人で、ね、やろうかなと思う。ちょっと考えてますんでね、都合が3人とも2人とも会えば、3人で、フルパで、やっていこうと思います。はい。ね。ぜひぜひ、明日の配信もお越しください。ね。さあ。それでは、また次回お会いしましょう。お疲れ様です。